モーニングご参加いただきありがとうございました。この後8時からはサンシャインが始まります。大島里乃キャスターです。皆さんおはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャインを担当します大島里乃です。今日この後のお天気確認していきましょう。お久しぶりです。よろしくお願いします。久しぶりすぎませんか。何かあったんですか。ちょっと用事があって、うん、あこのなるほど結構続きますよね。連続3日間あるんですよ。のんちゃんと、はい、もう久しぶりすぎ 2年ぶりぐらいですかね。どうだ。いやそのデビューして2年くらいなので。あそっか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 。なんかずっといるイメージがあって、うん、あ本当ですか。はい、すごい久しぶりです。そうですね。モーニングサンシャインが多いですか、うん、最近ずっと。そうですね。もうずっと慣れました、うん、慣れました。なんかあの久しぶりにやったらこう声帯が起きないというか、うん、あなりません。えもう大丈夫ですか、うん、そういうことはもうなくなった。朝一やっぱりサンシャインはあんまりないですけど、はい、モーニングはなかなか喉が厳しいです、ねねうんうん、裏事情まですいません。なんかこういう話しててなんか朝だとそうなりますよね。うん、ですよね実は確かにそうですよね。そうですよね。まあね、朝早いご出勤の方もいらっしゃるかと思うので、うん、喉乾燥する時期ですので、うん、手洗いうがいとか、うん、そして喉飴などもしっかりと使っていただきたいと思います、うん、今日こういったリポートも届いておりました、はい、雨が強まっておりまして、うん、本降りの場所が出てきそうですね。そうですね。前線通過に伴って雨が降る範囲というのが拡大していきそうです。一時的には、ね、強く降る恐れというのもありますので、雨の降り方そして雨の範囲の広がり確認していければと思います。わかりました。ではこの後も引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします。モーニングご参加いただきありがとうございました。サンシャインでも最新の気象情報をお送りしていきますので随時ご確認ください。では今日も元気にいってらっしゃい。